ジャポニスム、ジャポニスムは19世紀にヨーロッパで流行した日本趣味のこと。英語でジャポニスムと表記されることもあるが、ヨーロッパ全土における一大潮流であることから、本校では、普通語のジャポニスムに表記を統一する。19世紀中頃の万国博覧会、国際博覧会への出品などをきっかけに、日本美術、浮世絵、リンパ工芸品など、 が注目され、西洋の作家たちに大きな影響を与えた。1870年には、フランス美術界において、ジャポニスムの影響はすでに顕著であり、1876年には、ジャポニスムという単語が、フランスの辞書に登場した。19世紀末から20世紀初頭にかけての日本ブームについて、フランスの翻訳家は、日本は巨人のような大股で世界に登場し、 今日世界中の目がこの国に注がれていると記している。ジャポニスムは画家をはじめとして作家たちにも多大な影響を与えた。例えば、ゴッホによる名所井戸百景の模写やクロードモネの着物を着た少女が非常に有名であり、ドガをはじめとした画家の色彩感覚にも影響を与えた。ジャポニスムは単なる一時的な流行に終わらなかった。14世紀以降、 西欧では何度か大きな変革が起きた。西洋近代を告げるルネサンスにおいて自然回帰運動が起き、写実性を求める動きが次第に強まり、19世紀中頃にクールベラによって名実ともに写実主義が定着した。19世紀後半からは写実主義が衰え、印象主義を経てモダニズムに至る変革が起きた。この大きな変革の段階で、 決定的に作用を及ぼしたのがジャポニスムであったと考えられている。ジャポニスムは流行にとどまらず、それ以降一世紀近く続いた世界的な芸術運動の発端となったのでる。なお現在も製造、販売されているフランスのカバンメーカーのルイ・ヴィトンのダミエキャンバスやモノグラムキャンバスも当時のゴシック趣味、アール・ヌーボーの影響のほか市松模様や 家紋の影響も関わっているとされる。ジャポネズリーとは日本趣味のことであり、ジャポニスムの前段階として解釈されている。海年間、黒船来航により多くの商船が西洋から押し寄せた。当時の写真技術と印刷技術により、日本の様子が西洋に広く知られるようになる。他の美術工芸品とともに、浮世絵という版画が、 欧米で瞬く間にに人気になったジャポニスムの第一段階は日本の美術品、特に浮世絵版画の熱狂的な収集から始まる。その最初の例はフランスのパリであった。1856年頃、フランスのエッチング画家がスリシの仕事場で北斎漫画を目にした。1860年から1861年に、 かけて出版された日本についての本の中では、浮世絵がモノクロで紹介されている。シャルル・ボードレールは、1861年に手紙を書いている。その翌年には、ラポルト・シノワーズ、中国の門、LA ポート・チノイセという浮世絵を含む、いろいろな日本製品を売る店が、リボリ通りというパリで最もオシャレな商店街に開店した。 1871年には、カミリュ・サンイコール・サーンスが作曲し、ルイ・ガレンが台本を書いた、オペラ、黄色い王女、LA プロンセス・ジャウネが公開されたが、その物語は、オランダ人の少女が芸術家のボーイレンドが、熱中している浮世絵に嫉妬するというものだった。ブラックモンによる浮世絵の古典的名作の最初の発見にもかかわらず、当初ヨーロッパに輸入された大半の浮世絵は、 同時代である1860から1870年代の絵師によるものだった。それ以前の巨匠たちが紹介され、評価されるのはもう少し後のことになる。また、同時期のアメリカのインテリーたちは、摂州や州分などのような日本の洗練された宗教的、国家的遺産とは区別されるべきものだと主張した。イギリスでは、1862年のロンドン、 万国博覧会により、日本の陶器や置物など、日本文化への関心が高まった。美術界では、ロセッティサークル、画家のロセッティを中心とした、ラファエル全派のグープの人々を中心に、日本列が起こった。明治になると、日本のカルワザ師が多数海外で興行するようになり、イギリスでも1870年代にはすでに手品や曲芸を見せる興行が打たれていた。 1885年には、ロンドンのナイツブリッジにジャパニーズビレッジ、日本村と呼ばれる、日本の物品を販売したり、見せ物をしたりする小屋が、出来、同じ頃、サボイ劇場では、ウィリアム・ギルバートとアーサー・サリバンによる、オペレッタ、ミカドが大当たりを取っていた。また、リバティは、日本風デザインの布地や家具を販売し始め、女性誌では、日本風を取り入れた新しいドレスがを飾るように、 なった。エドワール・マネのエミール・ゾラの肖像は、ジャポネズリーの代表的なものであると考えられる。この作品は、マネ自身の日本趣味を表しており、エミール・ゾラの肖像は、マネのアトリエ描かれた作品であり、画中の日本の絵画もマネのコレクションである。この作品そのものには、日本の絵画の表現方法が顕著に取り込まれているわけではなく、オランダのフィンセント・ファン・ゴッホの タンギリアさんも同様の感覚によるものであるとも考えられる。葛飾北斎や北川歌丸を含む日本の画家の作品は絶大な影響をヨーロッパに与えた。日本では文明開化が起こり、浮世絵などの出版物が急速に衰えていく。一方で日本美術はヨーロッパで絶大な評を受けていた。なお日本美術から影響を受けたアーティストにはピエール・ボナール、 マネ、アンディド・トゥールーズイコール・ロートレック、メアリー・カサット、エドガードが、ピエール・オー・ギュストル・ノワール、ジェームズ・マクニール・ホイスラー、クロード・モネ、ゴッホ、カミーユ・ユピサロ、ボール・ゴーギャン、グスタフ・クリムトなど、その他にも多数いた。ありと、あらゆる分野が影響を受けたが、当然、版画が特に影響を受けた。ヨーロッパで主流だったのはリトグラフであって、 木版画ではなかったが、日本の影響を抜きにして、ロートレックのリトグラフやポスターについて語ることなど、考えられない。木版画によるジャポニスムの作品が作られるようになるのは、モノクロではあったものの、ゴーギャンとフェリックス・ワロットンが最初となる。イギリスへの日本美術の伝達にはホイッスラーが重要な役割を果たした。当時パリは、日本の物産の集産地として知られており、 ホイスラーは滞在中に優れたコレクションを蓄積した。米国へは、有田市出身の江藤源次郎が米国へ渡って、コネチカット州のコスコブアートコロニーに参加した際に、そこの印象派が形に、日本画技法を伝え、米国でのジャポニスムを起こすのに貢献している。ゴフホのいくつかの作品は、浮世絵のスタイルを模倣したり、それ、自体をモチーフにしたりしている。 例えば、タンギーヤさん、あるアートショップのオーナーの肖像画には背景に6つの浮世絵が描かれている。またゴッホは、1886年に、経済衛星の浮世絵を、パリの雑誌、パリイリストレ、パリイラストラで見つけた後、1887年に、オイランを描いている。ゴッホはこの時すでにベルギーのアントワープで、浮世絵版画を収集していた。 浮世絵は線で構成されており、何もない空間と図柄のある部分に輪郭線がくっきりと分かれ、立体感はほとんどない。これらの特徴はアール・ヌーボーに影響を与えた。浮世絵の直線と曲線による表現方法は、その後、世界中のすべての分野の絵画、グラフィックで当たり前のように見ることができるようになった。これらの浮世絵から取り入れられた形状と、 色彩構成は現代アートにおける抽象表現の成立要素の一つと考えられる。ジャポニスムによって、その後の家具や医療から宝石に至るまで、あらゆる工品のグラフィックデザインに日本的な要素が取り入れられるようになった。音楽に関しては、ジャコモプッチーニの有名な蝶々夫人がジャポニスムの影響を受けている。また、 ウィリアム・ギルバートとアーサー・サリバンによるオペレッタ・ミカドはロンドンのナイツブリッジで行われた日本の展示会から着想を得たものである。左上の絵は19世紀中頃の写実主義のフランスの画家の一人、ラトゥールのテーブルの隅という絵である。左下は世紀末のフランスの画家の一人、ロートレックのポスター画である。ロートレックは ジャポニスムの影響を強く受けた画家の一人で、このロートレックのポスターは現代人の目には特別なものには映らないが、当時の西洋人にとってはかなり斬新な表現方法を使った絵であった。まず、ロートレックの絵にはテーブルのラインが画面を真っ二つに切るように斜めに入っている。ジャポニスム以前の絵画では、このように大胆に斜めのラインが入ることは珍しく、 ラトゥールの絵のように水平に入るのが普通であった。これは右の広重の浮世絵に見られるような構図がインスピレーションになっていると考えられている。またラトゥールの絵では遠近法と陰影、細部の描写により立体感を表現しているが、ロートレックの方は平面の組み合わせで描写され立体感の表現は全く放棄されている。人物や物体の輪郭が線で 表現されるのも、ジャポーニにム以前のヨーロッパではあまり見られない表現方法であった。色使いも大胆で鮮明な原色が画面のかなりの面積を占めており、油彩とリトグラフという比較障害があるとしても、ラトゥールの絵とは交代称である。左の絵では比較しにくいが、ジャポーニにム以前の絵画では地平線の位置が画面中央付近から下部に水平に表現されるのが、 普通であった。ジャポニスム以降は地平線が画面上部に描かれたり、あるいは背景全部が地面、または床になることが普通に見られるようになる。このようなジャポニスムの影響は20世紀に入るとヨーロッパのあらゆる視覚表現に普遍的に見られるようになり、これはジャポニスムでこちらはそうではないと区別することが意味をなさなくなっていく。イギリスのサッカーアーサーコナンドイルは シャーロック・ホームズシリーズの一編、巧妙な依頼人、1925年において、聖武天皇及び焦燥院について触れている。当時のイギリスでは日本はあまり知られておらず、焦燥院については、戦後の1946年に一般公開されるまで日本でも有名というわけではなかった。ドイルがこうした日本についての詳細な知識を持っていたのは、幼少時からの友人。 ウィリアム・ K ・バートンから聞いたためではないかとする説がある。バートンは衛生工学の教授として東京帝国大学に招かれた親とい外国人で10年以上に本で生活をした人物である。バートンには焦燥院についての知識があり、それをドイルに伝えたことがあったのだと考えられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。